塩見正直は、日本の環境自動車技術者、経営者。トヨタ自動車、エスティマ、プリウスの開発者。トヨタ車体株式会社会長。環境のトヨタの立役者として知られる。昭和11年、龍雲寺住職、塩見正道の次男として、京都府福知山市雲原に生まれる。曽祖,祖父は、伊豆市藩市、塩見信郎。昭和34年3月。 名古屋工業大学機械工学科卒業。昭和34年4月、トヨタ自動車工業、株式会社入社。昭和49年、同社技術部社 C 設計課課長。昭和55年、タウンエース主査昭和58年、エスティマの主査となり、翌昭和59年、製品開発企画室に配属。商用車、SUV の開発に従事する。 塩味は、をコンセプトに車両を開発。エンジンは、床下にエンジンを格納するため、小型化し、75度傾けて搭載することを提案したが、開発当時、このエンジンの横倒しエンジンと呼んでいたため、お前はトヨタを倒す気か。と言われて揶揄され以降は、停止性エンジンと呼び方を変えて、開発を進めた。補機駆動システムは、車両全部のフード内に、 PS ポンプやファンを格納。後部からドライブシャフトを介して駆動するという独自の構造を採用した。また、エンジンオイルレベルセンサーを設け、エンジンオイルオートフィーダーシステムを開発し、エンジンオイルの量のチェックと自動的に補充を行うことができるようにした。シャシーの開発は、ミッドシップエンジンのレイアウト、ロングホイールベースとワイドドレッド、低重心によって、 基本的に理想の重量配分と最小の要因具、完成のモーメントを実現して、さらに最新の独立喧嘩とディスクブレーキを採用し、これらを高次元で融合することで、ミサオやス性、乗り心地、ブレーキ性能を達成した。昭和63年、技術担当取締役に就任。初代エスティマは、性能、外観ともに魅力ある自動車の開発を目指し、 斬新なボディ形状を採用。平成2年2月にアメリカで販売を開始し、日本と欧州、豪州については3ヶ月遅れて5月に販売を開始した。エスティマは、車内空間と乗用車並みの運転性能をワンボックスカーで実現し、自動車市場を席巻。トヨタの天才卵と呼ばれ、日本のカーオブザイヤーなど多数の賞を受賞する。平成4年、 常務取締役、第三開発センター長に就任。EV 開発部を新設し、ハイブリッド車両、燃料電池車両などの自動車の環境対策に関する新技術を研究。二酸化炭素排出の削減などを念頭に、地球環境に優しい電気自動車、燃料電池車の開発に着手し、電池新会社の設立にも尽力。ハイブリッド燃料によるマイクロバス及び、 世界初の量産ハイブリッド式乗用車の開発に当たり自ら人頭指揮を取る。この結果として世界で最も量産された電気自動車の開発することとなった。平成8年、荒子株式会社の社長に就任すると同時に環境と福祉をキーワードに環境に優しいバイオマテリアルの自動車部品開発に着手、小型 EV、コムスを開発。 平成13年、荒子株式会社の会長に就任した。平成15年5月、100%植物性部品を搭載した、世界初の自動車、ラウムを開発し販売。これ以降、トヨタ自動車は、環境のトヨタとして認識されるようになり、ラウム開発の一翼を担った、塩見正直は、リサイクル技術の活用、超古型電気自動車の導入。 高度なバリアフリーを実現した福祉車両の開発に携わるなど多くの商品を世に送り出し環境のトヨタの立役者として世界の自動車技術者の中で知られる存在となった平成16年トヨタ車体株式会社の会長に就任さらによく平成17年トヨタ車体株式会社の議官に就任潮見が 燃料電池車からバイオマスに転換を行った背景にはハイブリッド車燃料電池車などのモーター駆動を取り入れた抵抗会社の開発力があった。しかし1990年代初めまではトヨタ自動車はこの分野で決して他社より抜きんでた存在ではなく熾烈な開発競争の中で世界トップに躍り出た裏には潮見の環境社開発に対する深い信念があったと 言われる。これらの仕見の研究は多くの指示を受け、今日の SUV 車両コンセプトにも受け継がれていのみならず、20年間に及ぶ自動車の車シシー部分開発においても、世界に前例のない独創的な新機構を多数開発し、快適な乗り心地ある自動車の礎を築くこととなった。ありがとうございます。